こんにちは、ユニティの高橋です。こんにちは、ユニティの苗木です。で、今回のトピックはですね、バーストコンパイラーなんですけれども、はい、以前、苗木さんはバーストに関する講演をやっていらっしゃいましたね。そうですね。2020年のセデックで、通常の C シャープとの違いや、実際のガイドの手順など、順を追って説明した講演になります。うん、あれから時間もね、結構経って、2020年、ね、そうですね、もう2年ぐらい経ってますね。2年ぐらい経ったわけですね。はい、まあ、あれから、結構バーストにも新機能が追加されていたりするんですよね。そうですね。バーストチームもかなり頑張って高速化のための機能を追加したりとか、うんうん、まああとダイレクトコールとか実装されましたよね。そのダイレクトコールとかが僕結構お気に入りだったりするんですけれど、なるほど、要するにジョブシステムを経由せずにバーストを直接呼び出すことができるっていう新機能ですよね。はい、でこれがね、すごく便利なんで、今回はね、そのダイレクトコールを中心にバーストの新機能を紹介していきたいと思ってます。で今回はですね、このバーストテストベッドっていう名前のプロジェクト、これを使ってバーストの新機能の紹介をしていきたいと思います。はい、これね、簡単なプロジェクトで、まあ、とにかくちょっと重たい計算をさせたいなと思って、ノイズ関数、まあ、比較的重い関数ですね、はい、ノイズ関数を呼び出して 1024×1024 のテクスチャをマイフレーム生成するっていう、マイフレーム生成する、はい、はい、でこれが結構重い処理になるわけですけれど、これをバースト化していくといいだろうという話になるわけですが、単純に Unity のバーストとジョブシステムを使って高速化した例のソースコードがこんな感じなんですけれど、はい、これはまあ苗木さんの講演とか見た後には馴染み深い形かもしれませんが、ジョブの構造体を、はいはい、こんな感じで iJob Parallel 4を使ったジョブ構造体を定義してあげて、はい、このエグゼキュートの中で、はい、ここではイメージジェネレーターっていう他のね、ちょっとユーティリティ的なクラスを作って、そこでノイズの関数を呼び出すようにしています。こんな感じの仕組みになるわけですけれど、これをダイレクトコールで実装すると、まずはこのクラスの中でバーストコンパイラーを動かしてほしいので、クラスにバーストコンパイルアトリビュートっていうのをつけていますそしてここがちょっと違うポイントなんですけれど、先ほどはジョブ構造体を作ってバーストのジョブを定義していたわけですけれど、ここではこのスタティック関数を定義してあげたところにバーストコンパイルアトリビュートをつけることによって、この関数がバーストでコンパイルしてほしいんだよっていうのを教えてるわけですね。教えてるわけですね。でそうするとこの関数の中で普通にフォーループを回して、普通にこのゲットピクセルっていう関数を呼んでピクセルの中身を埋めてるように見えるんですけれど、この関数が実はバーストを使って高速化されているという状態になってくれるわけですよね。でこれで動かした時の速度がどの程度になるのかっていうのを実際にベンチマークしてみたんですけれど、はい、この一番上のモノっていうのは普通に C シャープで組んで C シャープコンパイラーを通して実行したケースですね。バーストを使っていない、はい、でこれが、テクスチャを生成するのに1400ms ぐらい、まあ 1.4 秒ぐらいかかってるんですよね。遅いですね。まあまあね、さすがにね、はい、ノイズ関数をね1ピクセルごと呼んであんだけのテクスチャ生成したらこんな感じになってしまうんですけれど、これをジョブシステムで高速化すると、まあ当然すごく速くなるので、はい、この下のやつですね、7ミリセカンドにまで。200倍ぐらいですね。まあここら辺はね、木さんの講演の中でもあったような劇的な高速化なわけですけれど、はい、まあこれでジョブいちいち組むのめんどくさいなと思った時でも、バーストのダイレクトコールを使うだけで、実は62ミリセカンドまで高速化ができる。なるほど、なるほど。まあ、これ、ジョブシステムと比べると、やっぱり重いんですけれど、はい、それでもこのモノで実直に動かすのに、はい、比べれば20倍ぐらい速くなってますね。はい。劇的に速くなるので、はい、それでいて、バーストコンパイルってアトリビュートをぴょってつけるだけで高速化が済んでしまうというので、労力を考えるとかなりリーズナブルな高速化手法になるんじゃないかなというふうに思っています。なるほど。ここではちょっとここに補足でパーピクセルって書いてあるんですけれど、一つオーバーヘッドがあって、バーストコンパイルをつけたこのバースト化された関数というのも呼び出すときにちょっとオーバーヘッドがあるんですよね。なのでこういうふうにループの内周においてこれを使うというのは実はあんまし好ましい使い方じゃないです。なのでそこを考慮してちょっと高速化したものを用意してみました。この第2のサンプルなんですけれど、これも同じくバーストコンパイルを使ってダイレクトコールでの高速化を行っているわけですけれど、はい、フォーループをこのなくなってますね、イメージジェネレータークラスの中に持っていった感じですね。こんな感じで
イメージジェネレータークラスのフィルっていう関数の中にこのフォーループが入ったっていう感じですね。まあ中でゲットピクセルをまた読んでる。はいはい。残念ながらバーストってマネージドクラスは使えないので、配列をこいつの引数に渡すことはできないんですよ。確かに。なので、ここではちょっと苦し紛れにはなってしまうんですけれど、はい、メモリーマーシャルを使って、配列をこのフィクスドでポインターに変換して、ポインターをこのバーストの関数に渡してあげて、バーストの中身でスパンにしてやり取りをするように。なのでちょっとめんどくさくなるんですけれど、こういった高速化を適用することによってベンチマークまたしてみたんですけれど、バーストダイレクトコールパーピクセルでは62ミリセカンドだったのが、まあ、今みたいなパーテクスチャーとループをバーストの内部に持ってくることによって52ミリセカンドまで高速化されました。10ミリ秒早くなりました。まあ、劇的な高速化じゃないですけど ね、でもやっぱりこれはやった方が早くなるという感じですね。これでジョブシステムが7ミリセコンドだから7倍から8倍ぐらいの差があるのかも、ね、ジョブシステムとは、ね、これなんかあれです、パーテクスチャーにしてもちょっと 遅いですね。なぜだろう。これ M1MAX で10コアあるけど2コアは省電力コアなので、って考えるとまあなんか 7,8 倍っていうのはなんか理論通りのなんか結果のジョブシステムは8コアでやってるのかもしれないですね。そう。なるほど。なのでまあまあ並立化すればもちろんこんぐらいは早くなるよねっていう結果ではありますね。でこんな感じでいろいろデータが出揃いましたが、さらにちょっと IL2CPP で高速化するというのもこのベンチマークの中にコンパイルしてみるわけですね、含めてみましたのがこれです、こんな感じで IL2CPP もなかなか早いんですよ。ていうかね、処理の内容によっては実は IL2CPP の方が早くなったりすることもあるんですけど、割とこういったダイレクトコールを使った並列化しない状態のバーストっていうのは IL2CPP といい勝負だなっていう感じがしました。なので実際にビルドした時はね、IL2CPP で高速化されるから別にバーストダイレクトコール使わなくてもいいかっていう割り切りもできるんですけど、できるんですけれど、ただユニティのエディター上で動かすときにそれだとこういう激重状態になってしまうので、そうですね、ものがね実行しますからね。だからユニティエディター上でもやっぱり快適に動かしたいなっていうときに、こういったバーストダイレクトコールっていうのがこの第3の最適化のオプションとして浮き上がってくるのかなというふうに思ったりしました。まあ、あとは処理の内容によっては並列化しにくいものっていうのも存在するので、そういった場合にもダイレクトコールっていうのは、ね、現実的な選択肢になりますよね。ここにまた別のサンプルが用意したんですけれど、同じリポジトリの中にあるスクランブラーっていう名前のテストです。これが画像にスクランブルをかけて暗号化してそれを複合化するっていう風なサンプルプログラムですね。でこのスクランブルの処理はまあすごく簡単なもので、単純にランダムクラスを使った乱数列を XOR で重ねるっていうだけのすごく簡単なものなんですけれど、この乱数列はこう順番にしか引き出せていけないので並列化が難しいんですよね。シードから順になので、まあこれを並列化して高速化しようと思ったらもうちょっと賢いことを考えなきゃいけない。こんなアホなコードじゃいけないんですけれど、アルフィズムちょっと考えないといけないですね。そう、はい、でもこんなアホなコードでもダイレクトコールだったらある程度の高速化ができてしまうっていうことですね。でこれを実際に動かしてみたベンチマーク結果があるんですけれど、これモノで普通に動かすと5ミリセカンドぐらいかかってしまう処理がバーストダイレクトコールによって 2.3 秒、まあ、倍以上速くなっている、これ IL2CPP でも動かしてみたんですけれど、IL2CPP なぜかこのコードでは検討していて 2.0、まあ、バーストよりもちょっと速いぐらいになってます、こういった感じでバーストダイレクトコールを使ってエディター上でも IL2CPP に匹敵するぐらいの速度が出せますよっていう風な解釈ができるかなと思います。最近のバージョンのバーストにはダイレクトコールの他にも新機能がいろいろあるんですけれど、まあ、例えばですね、スパンを使えるようになったっていうのはですね、嬉しい人もいるんじゃないかなというふうに。ああ、さっきのサンプルでも使ってましたよね。何気にスパンって使っていたんですけれど、はい、ちょっと見返してみましょうか。こんな感じで、まあ、バーストの関数に渡すときはポインター使っちゃってるんですけれど、バーストの中にデータが移ってからは、こう、スパンに入れ替えて、スパンの中で安全に使えるようにしたっていう感じのノリですね。まあ、ユニティ側にもネイティブアレイとか、ありますね。ユニティコレクションズとかいろいろクラスありますけれど、こういった一般的なクラスも使えるようになったんで、もちろんスパンで組めばバーストとかユニティの関わらない他の C シャープの処理系ともコードが共有できるので、そうですね、場面によってはこのスパンがすごく使いやすいという感じになるのかな。なるほど。まあ他の処理系と共用できるライブラリみたいなものもね、ユニティで使う場合はバーストで高速化できるみたいな
コードが書けるかもしれないですね。そう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 。他にはですね、各 CPU アーキテクチャに固有のイントリンジック関数が追加されていたりします。イントリンジックマニアックですね。マニアックですよね。まあ興味のある方はですね、このマニュアルを見てもらえるといいと思うんですけれど、 Unity Burst Intrinsic ネームスペースの中にプリフェッチとかね、ありますね。プリフェッチ、あとはね、128ビット変数が使えるよとか、はい、まあ、あとはこういう SIM とね、各あの CPU アーキテクチャに装備されている SSE とか AVX とかの SIM とインストラクションが直接使えるような。そうですね、 ARM だとマネオンですね、うんうんうん、これ確かバーストでも当初は86のものしかなかったんです。途中から ARM のイントリンジックスが追加されたんですよね、うんうんうん、実際に使ったコードも、まあ、見てみましょうか。はい、実際にコードの中で使うとこんな感じになるんですけれど、ここでは is neon supported、 この Unity Burst Intrinsic ARM neon の中で定義されているプロパティですね。この is neon supported を調べて、サポートしていたらこの v@vq っていうイントリンジック関数を呼んでるっていう感じですね、はい、でここのサンプルはですね、128bit レジスターの中の1のビットをカウントするっていうインストラクションを使って、この一発で128ビット変数の中の立ってるビットの数を調べるっていうのをやってみたんですよね。普通に組もうと思うと、こうやってフォーループを回して1ビットずつ調べていって、はい、こうカウントしてみたいなのを64ビットごとに2つに分けて行うみたいな感じになるんで、なるほど、これを行うよりかはこのイントリンジック関数一発で済ませてしまった方がはるかに早いだろう、早い気がします、感じですよね。で実際これ早いんですけれど、はい、このビットカウントに関してはこの Wikipedia とかを調べるとですね、こういう特殊な高速化のアルゴリズムが紹介されていたりするんですけど、ありますね、こっちの方がね、実はね、あのイントリンジックよりも早かったりするんですよ、ね、なのでね、ちょっとね、今回あの僕がこのビットカウント関数で勝負してみた感じでは、イントリンジック関数を無理やり使うよりもこういった高速化アルゴリズム、賢いアルゴリズムを使った方が早いよっていう結果に、まあ、今回のねこのビットカウントの例ではちょっとね、頭のいいアルゴリズムに負けてしまいましたけれど、もしかしたらね、このイントリンジック関数によって劇的に高速化できる場面っていうのもあるかもしれないので、はい、まあ、あるかもしれないという時点でロマンがね、そうですね、エンジニアとしてはね、はい、使いたくない、ね、最速のコードを、ね、はいはい、組んでみていただければなというふうに思います、はいはい、こんな感じで今回はバーストコンパイラーについてお話ししたわけですけれど、いかがでしたでしょうかね。いやー、なんかちょっとマニアックすぎて需要があるのかって思いますけど。まあね、需要があればね、こういうディープな話もね、またやってみたいんですけれどね。バーストコンパイラーで他に話す話題とかもありましたっけね。なんかあの、すごい細かく属性をつけて、うん、その LLVM にヒントを与えることで高速化するみたいなことが、エイリアスか、うん。エイリアス。なんかいつの間にかできてるんですよね。はいはい、でもあれちょっとマニアックすぎるっていうか、うん、あそこまでやって高速化する人いない気がするんで。とか、プリフェッチとかブランチングのヒントとかね。にもできますけどね。もう、アセンブラの世界ですよね。そうですよね。まあでもとりあえず使えるようにはなってる。そうですね、ロマンですね、ロマンですね。まあもしそこを乗りこなせるぜっていう自信のある方は試してみていただきたいみたいな感じですかね。使うか使わないかは皆さん次第ということで、あなた次第、はい、あなた次第。でもし皆さんの方でもね、バーストのここがわからないとか、こういった話聞いてみたいとかリクエストがありましたらね、コメント欄の方に書いておいていただけますと、コメントなかったらもうやんないかもしれないですけど、なんかね、書いていただけるとありがたいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。